40代50代でも10キロ痩せる。まず最初にやること3選。私は今よりもプラス10キロ、しかもひどい体調不良に見舞われたという黒歴史を腸活で克服して今に至るというのはご存知だと思いますが、私だけではなく実は主人もマイナス10キロ、毎年強い薬を飲んでいた花粉症とも卒業、腸活に取り組んでいるおかげで夫婦揃ってリバウンドなし、医者いらずの生活を送っています。そこで今回は40代50代になってなかなか痩せない方がまず最初に取り組むことを3つお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの方法で痩せることができるのか、そのポイントと、2つ目、40代50代が10キロ痩せるためにまず最初にやること3選お話します。では1つ目の項目です。なぜこの方法で痩せることができるのでしょうかというそのポイントはこちらです。あなたの腸内環境が整って根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるからなんです。ということは逆に、あなたの腸内環境が整っていないから太ってしまっているわけですね。その原因が3つあります。まず1つ目です。あなたの腸内にデブ菌と呼ばれる悪玉菌がいっぱいいるからなんですね。このデブ菌たちがね、悪さをするんです。太るもの、例えば甘いもの、脂っこいものありますよね。過去の私もそうです。もうやめられない、止まらないっていうのはあなたが悪いんじゃないんですよ。デブ菌たちの餌だからこそ、デブ菌たちが脳に指令を送って、あなたは代わりに食べてあげているだけなんです。そこをしっかりと、逆ですね、腸内環境が整えば痩せ菌たちが増えて、痩せる食べ物を自然と食べたくなる、こういう状態に持っていくことがポイントです。では太る原因2つ目はストレスなんですよね。脳腸相関という言葉聞いたことありますか？簡単に言うと、脳と腸が密接につながっててね、もうとにかく相思相愛、もう一つっていう、こういった関係性なんですね。ですからストレスがかかると腸も動かない、逆に腸を汚すとマインドまで汚れて鬱になったりするわけですね。でこういった関係性を知らずにいると太ります。なぜかというと、腸内で幸せホルモン全体のなんと9割も作られているんですね。そんな大事な腸が汚れたままだと幸せホルモンを作れない、結局幸せを感じることができないんです。もうますますストレス食いに走ってしまうわけですよね。ですからそこをしっかりと腸内環境を整えてあげることでマインドも整う、ここから取り組む必要があります。そして太る原因3つ目は味覚が異常になっているからなんですね。もうこれは根本的に変える必要があるんですね。ですからもしあなたがいけない、食べちゃダメと思っているのにもかかわらず食べてしまうのは、味覚が異常になっている可能性が非常に高い。ここもしっかりと改善することで、あなたは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。ではここから2つ目の項目です。項目1でお伝えした太る原因を全部改善するための、まずあなたが最初にやるべきことを3選を1つずつお話しますね。まずその1つ目はこちらです。間食をしないになります。先ほど項目1でお伝えしたデブ菌を増やす食べ物というのはもうほぼほぼ間食から来るんですよね。甘いものや脂っこいもの、そういったところからもデブ菌が増える、喜ぶものですから、まずはそういったものを間食として食べないということが大前提。プラスそもそもご飯とご飯ですねの間に間食をしてしまうと、その都度デブホルモンが分泌されます。そうするとあなたの体重設定がどん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 、食べ物を口にする回数が設定の段階を上げていく回数と比例してますので、もったいないんですね。ですからあんまり量を食べてもないのにもかかわらず間食の数が多い方っていうのは、デブホルモンがその都度分泌されて、結果体重の設定が上がっていって太ってしまう、こういった負のスパイラルにもならないためにも、食事はしっかり食べましょう、けれども食事と食事の間に間食をするというのだけをやめるだけでも痩せます。では2つ目の方法です。こちら、
空腹時間を作りましょうなんですね。最低12時間から16時間、全く食事を取らない時間を工夫して作っていきましょうね。例えばお仕事がない週末だけでもいいんですよ。週に1回や2回こういった空腹時間を作るだけで、あなたは痩せ体質へと生まれ変わることができます。日中の昼間は空腹時間作ることが難しいと思いますので、ベストは夕食をお休みすることですね。例えば翌日がお仕事がお休みであれば、朝ゆっくり眠っていただいて朝ごはんもお休み、その日のお昼ご飯から消化にいいものを召し上がっていただくと、これをされるだけでも変わってくるんですね。なぜか理由があります。あなたの腸を休めることができる、他の臓器もそうですが、そうすると体内にある酵素を消化に使わず代謝の方に使えるんですね。そうすると体が燃えやすい状態を作ることができますし、何よりもオートファジーが働きますので、体中のね、いろんな残ったカス、ゴミですよね、をかき集めて、それをエネルギーとして細胞レベルであなたはやっぱり若返ることもできますから、一石二鳥ということで、まずはできる日から最低12時間から16時間は空腹時間を意図的に作ってみましょう。またお腹が空いてから食べるというのも丸です。よくあるのがお腹が空いてもいないのに時間が来たら食べようと思って無理に食べてる方、食べる必要はないです。ちゃんとお腹の時計と相談しながら、お腹が空いていなければ無理に食べるのはやめましょう。では3つ目の方法はこちらです。無添加の食材を選びましょうになります。先ほど項目1でも少し触れましたけれども、無添加のものを召し上がりますと味覚が正常に戻ってきます。なぜかというと、やはりですね、添加物、加工食品ですね、加工されたものや化学調味料や人工甘味料などが入っているものを普段から召し上がってしまいますと味覚が異常になってしまうんですよね。そうすると食欲が暴走したり、もちろん健康被害も出ますが、もういいことないです。ですから今ご自宅にある食材チェックしていただきたいですね。完全無添加は難しいかもしれませんが、極力、例えば裏の原材料名を見ましょう。でいろいろ書いてあります。での途中にスラッシュが入ってるんですよね。でその後に載ってるものが全て添加物表示になります。で今はまたその表示が変わってきておりまして、ものによっては原材料名が書いてあって、でその下に添加物という項目の枠があって添加物が書いてあるという、スラッシュでは書いていないタイプもありますから、間違えないように、ついついね、日頃原材料だけ見てて、あ、無添加だと思って買ったら、よく見ると下にね、別枠で添加物だと書いてあるという表記の方法も出てきてますから、ぜひ両方のタイプありますから気をつけてみてください。それをすることであなたはやはり無添加生活が続きますと、だいたいそうですね、2、3週間ぐらい経ちますと、その味覚のね、司る未来細胞が生まれ変わって、あ、これなんかもう食べたくないっていう味覚正常になってきますから、もうそこまでいけばもう締めたものですね。あなたは本当に体が喜ぶもの、痩せるものをちゃんと味覚で判断する力がつきます。ぜひそのレベルになるまで無添加生活楽しく美味しく続けていただきたいなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回はなかなか痩せにくくなった40代50代の方でも、まずは最初にやっていただきたいことを3選お伝えしました。ぜひ日々の生活に取り入れていただきまして、結果を早く出していただければ嬉しいです。今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際にやってみたらこうなりましたってお話コメントでいただけますと、とっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。